アンドロイドネイティブデベロップメントキットはアンドロイドオペレーティングシステム上で動作するアプリケーションソフトウェアを C 言語あるいは C を用いたネイティブコードによって開発できるようにするためのソフトウェア開発キット。GCC、クランツールチェーン、標準 C ライブラリーの Bionic LIBC、標準 C ライブラリーのリブドック l i b d o c LIBC、Android ネイティブ API などを含む なお、GCC が同梱されている最後の NDK バージョンは R17C であり、R18 では取り除かれた。Android のアプリケーション開発には、通例 Java 仮想マシン上で動作する Java あるいはコトリーンといった JVM マネージ言語を利用する。マネージ言語はメモリ管理や生産性、移植性の点で優れているが、 メモリへの直接アクセスによるパフォーマンス向上や X86 の SSE あるいは ARM のネオンといったプロセッサーアーキテクチャ固有の拡張命令の使用またオパンクフのような既存の C、C コード資産を活用する目的で NDK を用いたマシンネイティブな開発が許可されているただし NDK を利用すると CPU アーキテクチャごとにバイナリを用意しなければ ならなくなるというデメリットもある。Android 2.3以降では、ネイティブアクティバティのサポートにより、制約はあるものの C、C のみで、アプリケーション開発をすることもできるようになっている。JVM とネイティブコード間の相互運用には、一般的なデスクトップの Java アプリケーション開発時と、同様、Java ネイティブインターフェースを利用できる。Android の グラフィカルユーザーインターフェースライブラリーなど上位レベルの API は Android SDK に含まれるが大半は JVM 言語向けにしか提供されておらず C、C 向けには提供されていないため C、C から利用するにはジャニーを経由する必要がある。NDK における Android 固有のネイティブ API は A で始まる名前が付けられており JVM 言語用 API とよく似たものも提供されている。ありがとうございます。